株式会社横引きシャッターは東京都足立区綾瀬にあるシャッター専業メーカー。特に特許を取っている上釣り式横引きシャッターでは定評があり2019年現在トップシェアを持ち、キオスクや地下鉄の売店などで広く採用されている。CSR に熱心な企業としても知られ、きらめくオンリーワンナンバーワン企業2022、選出2018年には 東京都より平成29年度、がん患者と仕事の両立への有料な取り組みを行う企業表彰有料賞を受賞。2020年11月2日には一般社団法人日本記念日協会より4月5日が横引きシャッターの日に認定された。地下鉄の売店、全国のキオスクなどで数多く採用されている同社製。 横引きシャッター一川踏み継ぐにより1986年4月3日に設立。当初はシャッターメーカーの修理をメインとする下請けに始まった。ショッピングモールの店舗や地下鉄の売店、全国のキオスクなどで数多く採用されている横引きシャッターを開発。それ以前にも左右方向に開閉するシャッターは存在したが、下に戸車がある下車式という形式で、 カブレールに砂、ゴミなどが挟まり故障が多かった。市川文次が試行錯誤の末に開発した上釣り式横引きシャッターは、これらの問題を一気に解決。さらに開閉がスムーズになるメリットも生み出し、特許を取得。株式会社中央シャッター、株式会社横引きシャッターを含む4社で中央グループを形成し、スーパーゼネコンから建設業者、個人商店、 一般ユーザー向けに営業を展開。上吊り式の横引きのシャッターや水平引きシャッターなど特殊シャッター技術で平成20年度あだブランドに認定された。2012年の創業者分担の救世により息子の市川慎次郎が継承。社員は家族という創業者の意思を引き継ぎ、働く意欲のある社員は年齢に関係なく雇用し続け、 2020年現在の最高齢社員は92歳。年齢、性別、国籍も多様なライフスタイルに合わせたフレックスタイム制も実施。ルールにすると柔軟な対応ができないとして、モラルとお互い様精神を重視。その社風を醸成した多能効果の取り組みを行っている。全社員がすべての部署を経験することで、通常の作業効率を上げることに成功。 強化でも2019年度までに5期連続売上アップを達成。ガンで余命4ヶ月を宣告された当時60歳の社員に働く場を与え、その社員は仕事を続けながら2年間生き延びた。そのことにより、社員の一体感がさらに高まった。2018年、東京都は平成29年度、ガン患者と仕事の両立への有料な取り組みを行う。 企業表彰有料賞を授与した。同社製横引きシャッター、上釣り式横引きシャッターで特許を取得。展示会などで認知度を上げ主力商品となる。ゼネコンからの受注生産のほか、一般住宅市場やバリアフリーニーズにも対応する商品を多数開発。同社の横引きシャッターは2020年現在トップシェアを持ち、全国のキオスクや 地下鉄の売店などで広く採用されている。S 字や曲線が自由に描けるため、建物に合わせたコーディネートが可能である。用途に応じサイズを指定でき、経年変化による変色しにくい素材を採用した、オーダーメイドアクリルパーテーションを開発、販売。上吊り式で足のスペースのいらない商品などを開発。新型コロナウイルス感染防止の需要が高まっている。 横引きシャッターは CSR に熱心な企業としても知られる。現社長の市川慎次郎は、社員は家族とする創業者の意思を引き継ぎ、規定の60歳定年制を運用せず、採用を原則として年齢不問、働く意欲のある限りは雇用を続け、90歳を超える社員も働く、企業として知られ、メディアにも注目された。定年後の雇用条件や、 雇用形態は一切変更せず、若い者へ技術、知識を伝達することを唯一の条件とした。さらに、年齢、性別、国籍も多様な社員のライフスタイルに合わせたフレックスタイム制度も導入。また、お互い様精神の社内風土を醸成する取り組みとして多能効果を実施。若い社員の合コンがあるから早く帰りたいとの要望に、 合コン休暇を作ったこともある。全社員が全ての部署を経験することで部署を超えた支え合いが可能となり、個々のパフォーマンスの向上を実現させ、2016年から2017年への1年間で30%も生産効率を上げ、5期連続売上アップを達成するなどの実績を上げた。市川は、癌に罹患した社員でも仕事が続けられるよう支援しており、 実際に2018年8月現在で同社の従業員31人中、過去5年間で5人が、がんにかかったが、仕事を辞めることがないよう、それぞれ個別に柔軟に対応している。2018年には、がん患者に優しい企業として、東京都に表彰される。2020年5月12日、代表者市川が幹事を務める、東京足立ロータリークラブは、 東京広報クロータリークラブと共同で折りたたみ式のプラスティック製フェイスシールド5000個を足立医師会へ寄贈。5月15日には新型コロナウイルス感染拡大に際し、非常事態宣言後、偶然地元の足立区役所を訪れた際、アクリルパーティションがある部署とない部署があることに気づき、パーティションが不足している現状を知り、試作を繰り返し100セットを用意。寄贈する。 また、市川が経営する横引きシャッターでは、全社員にマスクを配布し、着用や換気を徹底するほか、時間帯変形フレックス制や、在宅勤務、休業保証月の休業や、雇用体系なども個別で対応するなど、いち早い対応を取った。また、同社は、熊本市にもパーティションを寄贈している。また、製造業でありながら、4月7日、 東京が緊急事態宣言の対象になったことを受け、働き方改革を決断。34名の全社員と個別面接を行い、在宅勤務、フレックスタイム制、週休3日制の3つを提案し、いずれかを選ばせ、給与は全額支給しながら、全社で社員の総出勤日数を40%減らすことに成功した。より ABCDE。 株式会社横引きシャッター。2020年10月26日閲覧。ABCDEF 株式会社横引きシャッター2018年12月7日。NHKBS プレミアム。医師の闘病から読み解くがも生きる。新常識に。2019年10月26日閲覧。東京新聞2019年2月20日。第25面、一般社団法人日本記念日。 協会4月5日。2021年4月17日閲覧。横引きシャッター公式フェイスブック。2021年4月17日閲覧。連載、第11回経営危機からの復活9億円の負債を抱えても、絶対に解雇しない。下町の2代目社長は会社をどう立て直したのか。ビズヒント。2021年5月12日閲覧。 オンリーワンナンバーワン企業21世紀を開く、セレクトカンパニー2020年版ハット AB、アダチ景系ボリューム1372019年4月、株式会社横引きシャッター公式サイト、中央グループについて、2020年10月26日閲覧、株式会社横引きシャッター公式サイト、アダチブランド認定製品、技術株式会社横引きシャッター、 2020年10月26日閲覧。AB、東京新聞2019年2月20日、働き方改革あなたの会社でも、ジャズダハットネスアンドオピニオンズ、用途でサイズを指定できるパーティション2020年9月20日号、横引きシャッター公式サイトマイナスオーダーメイドアクリル、パーテーション。2020年10月20日閲覧。先駆者のミライズ公式 YouTube、 中小企業流働き方改革、市川慎二郎が目指す自由な働き方。2020年10月26日閲覧。2019年6月22日日刊現代、年金2000万円不足時代の生き方連載後から91歳の現役工場マン平久守さんの給与とついた、店頭中2019年1月号70から71ページ。 ポルタ201832 20万2018年12月15日発刊朝日新聞2018年9月17日付ンと共に仕事続ける道支えるハット ABC アダチ日サヒ2020年6月5日ナンバー402アダチのシャッター会社アダチへ、アクリルパーティション寄贈アダチ経済新聞2020年10月26日閲覧 労働の科学75巻8号 34P ハット、熊本日日新聞2020年7月19日号、熊本市にまじき力増東京の企業、日経トップリーダー2020年6月号、P20 から21様変わりする、現場の働き方、足立ブランド認定製品、技術株式会社横引きシャッター。2020年10月26日閲覧。 アダチ日サ2016年9月5日付、富士山系ビジネスアイ、スポーツ、東京インフォーメーション令和2年度東京都スポーツ、推進企業319社を認定。2021年1月26日閲覧。株式会社横引きシャッター公式サイトマイナスメディア。2019年10月26日閲覧。ありがとうございます。